満身創痍である黒魔術軍高山右近の前に土方歳三が現れ協力を持ちかける。魔界少女剣は協力を持ちかけた滝夜叉の申し出を断り、二代目悪郎対滝夜叉の戦いへと発展する。滝夜叉に殺されそうになる二代目悪郎だが、神楽坂が現れ滝夜叉を止める。魔界少女剣は滝夜叉の申し出を受け入れることで二代目悪郎は見逃されることに。生命のもとへ現れる馬頭、生命は日の閻魔を救うことを最優先にしている馬頭に対して、機動丸を守るという本来の任務を忘れるなと命令するが、馬頭は反抗し、生命対馬頭の戦いとなる。すでに傷ついていた馬頭は生命の猛攻の前に倒れてしまう。高山右近の前に現れる末高房という顔、そこに土方が現れ、末高房対土方歳三の戦いとなる。最終的に土方は夕顔を人質に取り、右近に対して取引を持ちかける。黒魔術軍の前に現れる魔界水軍、黒魔術軍対魔界水軍の戦いの中で、魔界水軍が劣勢になった時、里見義隆が現れ魔界水軍に加勢する。そして形勢が変わった時、真田大輔と猿飛佐助は突如戦場から逃走する。さらに機動丸の活性岩により覚醒したジライアが魔界水軍に加勢するが、ルイス・フロイスが現れ黒魔術軍が魔界水軍を倒す。黒魔術軍の勝利かと思われたのに、高山右近の背後に現れた真田大輔。黒魔術軍はこれより、この真田大輔が総大将を務める